はい、こんにちは、ミムスでございます。ぷよぷよクエストのガチャを引きたいと思います。これね、さっきの白猫と白猫から続いて引いてるんですよ。引こうと思うのは初代レアガチャと、もうめちゃくちゃ溜まってる召喚ポイントガチャと、あとなんかシルバーチケットを引いてなかったんで、まあまず初っ端、どうすっかな。いいや、とりあえずまずこれ引きましょうか。しかし武力屋ほんま重いなぁ、なんか知らんが、この重さはよくわからないですね。なんで白猫より重いのか。双子ケット氏はもう持ってたはずなんで、別にまあシルバーチケットなんてね、そんな期待しても仕方ない部類ではあるんですがね。じゃあまあ初代引きますか。まあ魔導石ね、このままあんま使わないのもあれなんで、どうせ初代キャラはやっぱ欲しいなと思ってたんでね。前ボスキャラのガチャも引けたんですが、まあどっちかっていうとやっぱ初代かなっていう感じで。魔法のがいるが、サイファーを持ってるな。魔法のまたか、お前。ウファス知らないな。知らない。リデルは持ってる。はい。ああ、俺あんまり。まあまあ、一人出ただけでも、よしとしよう。はい。あっという間に、空っぽ。ほぼ空っぽですね。まあ、ブヨクエは、正直今は白猫に比重を大きいがちなんで、あんまりやってないですが、今もなんかイベント来てますけど、それもあんまりやってないんでね。じゃあ、この無駄に溜まってるポイント引いてみますか、一気に。何か1枚くらいいいの来ないかな。あわよくば、ブヨクエさんキャラとか。はい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 。あ、まあ、プラスで出るだけでいいっすけどね。はい。まあ、プラス出ただけいいってことで。どうせこれはね、ただで溜まるポイントなんでね。外れてもそんなに悲劇感はない。はいはい。はいはい。プラスが出た。いやー、もうラフィーナが出た。でもまあラフィーナは普通に持ってるけどね。ぷよぷよさんキャラが欲しいんですよね。まあ滅多にお目にかかれないでしょうけど。魔導学校でんならどうせならシグが出てほしいな。シグはまだ、あ、出てる、出た。一体先に出た。こいつだけまだ魔導学校で持ってなかったんですよね。しかし、そっか。アップデートでボックスの仕様変わったから、こんだけバンバン引いても満タンにならないのかな。前までの仕様、そうか、いちいち売らないと前までの仕様だったらもしかして引けてなかった。そう考えるとこのタイミングはありだったな。はいはい。まあこんなもんですね。やっぱあと2回かな、10回。まあどうせならもう空っぽになる前引きますかね。なんか星さんが、はあはあそうですかっていう感じの、なんか2回連続で出るパターンが、さすが無料ガチャって感じだね。ほんと。シグ出ただけいいか。シグとかプラス出ただけ。ほんとは、サポート300、またブラックタイガーか。サポート、またシグか。サポート300、3000ポイント取ってから一気に引こうかなと思ったけど、まだまだ先なんだよ。まだ200回も行ってないんで。
ミフレも、まあ持ってますね。はい、終わり。さすがにぷよぷよさんキャラとかは出ませんね、こんだけ持ってても。今カード状態どうなってんの。あ、普通にあれですね、オーバーしてますね、さすがに。はい、というわけでこれだけですね。はい、ご視聴ありがとうございました。